シュトックシュタット・アムラインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲイラウ軍の町村である。ラインマイン地域の南沿部に位置する。シュトックシュタットは、オーバーラインボンチ内のアルトラインのダコブ沿い、旧コップフクノープロフォアウェオ州保護地区に面しており、モーダウ川が、ライン側に注ぐ河口の高台に位置している。シュトックシュタット・アムマインは、北と、東は、リートシュタット、南は、 ビーベスハイム・アムライン、西はギンプスハイム及びグンタースブルームと境を接している。本町はシュトックシュタット地区単独で構成される。この町は830年から850年頃のロルシコデックスにステカーテッドと記録されている。その後の資料ではシュトックシュタットは以下のように表記されているストケスタット、ストックスタット、ストーゴシュタット、 ストロシュタット、ストックストット。ストックシュタットの土地所有者は、マインツ大司教であり、1279年に、エップシュタイン家が、霊園として、大官職を得た。工事裁判権は、カッツェネルンボーゲン博、またはその家臣のボルフスケール家がこれを行使した。土地所有者として、1487年には、エーバーバッハ修道院とマインツ聖アルバン、修道院が、 1519年には、ロルシュ修道院が記録されている。1794年にも、教会の土地のほか、プファルツ選定校、聖アルバン修道院及び、エーバーバッハ修道院が、土地所有者として挙げられている。シュトックシュタットは短い間、ヘッセン砲白領となった。あと、バーデン校領となったが、1579年に、アストハイムと交換されて、最終的に、 ヘッセン領となった。ヘッセン砲白フィリップ一世は、1535年に、片白領全土で、宗教改革を行っていた。シュトックシュタットでは、十分の一税への徴税権を有していたマインズ、先定校がこれに抵抗を示した。大きく蛇行していたかつてのライン川を描いた19世紀、初頭の地図この頃のシュトックシュタットは、かつてライン川沿いの恵まれた場所に位置することから、 重要な港となっていた。シュトックシュタットに駐留する川役人の監視下で、漁業も重要な経済分野に発展していた。しかし30年戦争は、シュトックシュタットにも大きな苦難をもたらした。69件あった住居のうち、1648年の終戦時に残ったのは19件だけであった。プファルツ継承戦争の際には、1689年に、 フランス軍がこの町を焼き払い、34件の家屋と100棟以上の付属建造物が海人に返した。この町がこの被害を克服するのには、その後数十年を要した。行政上は、シュトックシュタットは1820年までアムトドルンベルクに属した。このアムトは1816年からヘッセン大公国のプロビンツシュタルケンブルクに属していた。 1821年にヘッセン大公国にラント別力制度が導入され、この町はラントラーツ別力ドルンベルクに編入された。1832年にラントラーツ別力の統廃合が行われ、軍制度が採用された。これによりュトックュタットはグロースイコールゲーラー軍に属すこととなった。さらに、1848年7月31日、 ヘッセン大公国のプロビンツ、軍、ラントラーツ別力はに廃止され、レギー・ルングス別力が置かれた。しかし、1852年5月12日に再び、元に戻された。この間の1848年から1852年まで、シュトックシュタットは、レギー・ルングス別力ダルムシュタットに属し、その後、グロースイコール・ウェーラー軍に戻された。 その後現在に至るまでの行政改革でもこの町の所属は変わっていない。司法上は1821年から1839年までグロースゲーラウ地方裁判所1839年からは新たに設立されたゲルンスハイム地方裁判所1879年以後はこれを引き継いだゲルンスハイム区裁判所がこの町を管轄した。 1934年にこの区裁判所が廃止された。あとは、グロースイコールゲーラー区裁判所が取得したとシュタットを管轄することとなった。19世紀初め、ライン側の打工部をショートカットする水路、アムガイアーが作られた。こちらの水路が本流となったことで、取得したとシュタットは、ライン側本流から隔てられ、その経済力の大部分を喪失した。これにより、 住民たちは収入を失い、アメリカに移住した。当時約800人の住民のうち、約100人がこうして流出した。1945年末に、アメリカ占領地域に、現在のヘッセン州が設立された際、ライン側に沿って設けられていた、占領地域境界線がそのまま宗教とされた。このため、本来、グンタースブルームに属していた、ライン側右岸の旧コップ府は、 フランス占領地域に属していた町の中心部と分離され、その大部分が隣接するシュトックシュタットに編入された。シュトックシュタットの町議会は25議席からなる。シュトックシュタットは連邦道 B44 号線沿いに位置している。連邦アウトバーン A67 号線のプフングシュタット西インターチェンジまでは約 9km の距離である。シュトックシュタットの アルトラインハレ・シ得トたク・シュタットには文化イベントの祭事場、アルトラインハレがある。場外でも知られる2つのイベントは、この街に人々を引きつける誘引に発展し、この街の存在感を際立たせている。ありがとうございます。